2022年5月18日、八田川の、続きを撮影しようかなと思って、まあ、天気もいいので、向かっているところなんですけども、道路、よく見ていただいたら分かる通り、草が、生えっぱなしです。あちらもそうです。まあ、大体アスファルトで固めても人通りの少ないところってもうこうなっちゃうから、あんまりアスファルトにこだわらなくていいと思います、本当に。でこちらが、ジャパンの、お店の近くなんですけども、神戸市、北区の、田尾駅から、西の方へ向かって、坂を登っていって、また下ったところですね。でこういったところも あちらの方が竹やぶとかたくさんあって、で、こういうふうに木がたくさん生えてます。でこの辺りもある程度木伐採して木材獲得とか、動かれた方がいいんじゃないかなとは思いますね。でこういうふうな草の部分とかをバイオを、石油の作り方を、私のホームページに載せてますけども、こういうふうな草をそういうふうなところに、どんどん入れていくと、だからこの中のどこかにちょっとスペースを作って、石油作れるような形にしておけば、この辺も草とか適当に刈り込んで、で、そういうふうに、作ればいいんじゃないかなと思います。もしその情報が嘘だったとしても、最悪ガスは絶対に出てくるはずなんで、メタンガスか何かは、そういうふうな形で良いかと思います。なかなか青々と茂って、ある程度奥へ進んでいくと新湯ゴルフクラブというところに到達するかと思います。ちょっとこの先のところで撮影再開しますので、一旦これで切ります。こんな風なところですね。先ほどの続きですけども、ちょっと歩いてきた地点なんですけども、地面の方まで竹の、根っこが来てますね。これぐらい竹が本当にものすごく密集して生えています。あちらの方の赤いお店がこの間八田川の、撮影していた最終ポイントのあたりですね。で、あちらが耕作放棄地なんですかね。畑、もともと畑だったんでしょうけども、もったいないですね。耕したらね、いろいろ収穫できます。で、こちらがその八田川です。では、この河川に沿って、歩いて行ってみたいと思います。歩き始めてすぐなんですけども、さっき撮影したところがあそこですけど、こういうふうに竹やぶがもうすごい量ですね。で、木、倒木とかもありますね。結構大きな木の。だからああいう風なものをほったらかしにしてたら枯れていくだけで、朽ちていくだけで、もったいない。でこちらの、河川八田川の上流の方なんですけども、やっぱり水量があんまりないので、土が堆積していて、草が生えていると、こういう風な状況はあるんですけども、もし、あちらに水門を、最終的に設置して、でこの奥の方にももし水門を、一つ設置するのであれば、こういった土は取り除いて、たくさん貯水できるようにはしたいですよね。こんな状態ですね。あちらが合流河川で、こちらが普通のその河川ですね。山の中から流れ出てる水なんですかね、あちらの方は。そういうような状況ですね。八田川の方はちょっと上流の方に進んでいきます。先ほど撮影していた竹やぶがあちらの方なんですけども、河川が2つに分かれているみたいですね。ちょっと右手の方に、進んでいってみます。こちら先ほどの橋をくぐり抜けて、橋というか高架下をくぐり抜けてきたんですけど、綺麗な水田が広がってますね。素晴らしいですね。あちらの方が先ほどの河川八田川の、方ですね。右と左に半々に分かれてましたからね、どちらが本線なのかよく分かりませんが、
まあ、もうちょっと近くまで行けば何かわかるかもしれませんね。まあ、向こうの方がもう一つの河川の方ですね。水量的にはどうなのかな。なんとなくこちらの方が多そうですね。まあ何かあちらにカモがいますね。まあちょっともうちょっと歩いてみます。もし水門作るとしたら、先ほどの地点があちらの地点だったので、以前の八田川の撮影の収容地点のところから、まあこれぐらいの位置だったらやっぱり水門作るのこの辺りでしょうね。橋もちょうどありますし、まあ何かこういう風なものがありますね。で、木が生えている。まあここまで来ると高低差はこう、まあまあ少しぐらいはそれなりにはありそうですね。横から何か勢いよく水が出てますね。晴れの日ですが、湧き水なのか何なのか。それではもう少し先に進んでみたいと思います。こちらの中家橋ですね。橋の名所、永徳寺家寺ですね。なんか矢印が出てます。もうちょっと先進んでみます。まあ先ほど撮影していたのが先ほどの橋があの地点ですが、やっぱりずっと草とか土が堆積してるからやっぱりこの距離、以前の撮影した最終地点までのこの距離感で、まあ数百メートルはあるかとは思うんですけども、やっぱり大量に水が減りますよね。だから一回全部河川の土を取り除いてという作業になってくるでしょうね。で、ああいう風になんかコンクリートの割れたものがあったりしてるので、まあ、河川の、まあ、水量を上げるには河川の補修というかね、土を取り除いてという作業をしているんですね。で、この辺りからああいうふうに岸壁が土になってますので、まあ、水を貯水するにはあまり適してないということになってきますね。ちょっとだけ、まあ、あちらに水門設置したとしても、こちらの高さ、これ2メートルぐらい、岸壁工事かさ上げするだけで十分ですね。まあ距離にして、まあ、こちらからあちらで、まあ、30メートルといったところですね。まあそうですね、その岸壁工事をちょっと横幅広げての方が貯水量が上がるのは上がりますね。雨降った時に、夜門を閉めている時にこの辺りまでしっかりと貯水できたらみたいな部分とかやっぱりありますよね。八田川と書いているので、こちらが本流みたいですね。ああいう風に転がってる石ころにコンクリート混ぜてあちらの岸壁工事をするぐらいでいいと思いますよ。結構転がってます、石ころが。まあまあ水門を設置するのはあちらの橋だったとしたら、まあもうちょっと次の水門は向こうですね。まあ、周りの風景はこういう風景です。では進みます。まあ土取り除いたりするのにちょうどいい階段がありますね。草木や土、まあ、この辺りにも石ころが転がってますね。まあ現地調達でこの辺の近くに小学校や中学校があったと思うんですよね。なんかそこの学生さんたちで、まあ、コンクリート遊びと言いましょうか。まあ、そういうふうに、石ころを、こう、適当に、まあ、コンクリートで岸壁工事をしてもらったりだとか、まあ、そういうふうな形でいいんじゃないかなと思います。まあ、かき出す土の量がとても多いのと、その土をあとはどうするかですよね。その辺の畑とかに使用してもいいんでしょうし、どっかね、あちらの山の中に、まあ、土を入れておくとか、入れておくというか、置いておくとか。まあ、もともとあちらも、階段があったみたいですけど、柵してますね。
もうちょっと上の方へ行ってみますよ。上流の方へ。まあ、この辺とかこういう風に水が溜まっていて、結構水流れてますね。こういうのがいっぱい河川に流れ込んでるみたいですね。水田と言いましょうか。まあ、あちらにもそういう風なものがあったんですけど、向こうの方の家からの生活排水とかも、まあ、混ざってるんじゃないかなと思われます。まあ、もしくは、まあ、山の中からの水ですかね。まあ、もうちょっと歩いてみます。まあ、次のポイントとしては、あちらの橋に水門を、設置するあたりがまあちょうどいいでしょうね。そこまでそれなりの高低差ありましたから、まあ、周りの風景はこういう風な形ですね。あちらが確か村役場だったと思います。名称が杉の脇橋ですね。まあこの辺りで良いかと思います。あちらはダンロップゴルフクラブですね。まああちらは学校が見えますね。あのフェンス、上の方にフェンスのあるところがダンロップゴルフクラブですね。で、あちらの橋は1回スルーですね。先ほど撮影したところの橋がもうちょっと向こうの方なので、落差はそんなにないです。まあ学校の手前に来ましたけども、まあどちらが八田川かよくわからない左手の方ですかね。ちょっとまあ右手の方からもう少し進んでみますね。まあどちらが本流かっていうと、もう草がこれだけ生えてるので、もうどちらがどちらかわかんない状況ですね。まあちょっとこちらの方をもう少し進んでみます。進めるかどうか分かりませんが、進めがなかったので引き返します。で、まあ高低差あんまりなかったんですけども、作るとしたらそこの方がいいかもしれないですね。もう向こうはああいう風な状況ですんでね、この辺りがまあ最終地点かなというところですね。まあ、まあ草木を土とか全部取り除いたら、まあ水量はだいぶ変わると思うんですよね。まあもう1キロぐらいは歩いていたと思うんですが、まあこの辺りでどれぐらいの水量かと言いますと、まあ近日晴れてます。それでもこれぐらい、このよく晴れた気温の高い日でもこれぐらい水流れてるんで、まあまあ1秒間で10リットルぐらい流れてるんじゃないですかね。1秒って結構長いですからね。ということは60秒間で600リットル、1時間で3万6千リットル、まあ8時間もう閉めておくと考えたらということになりますね。だから25万を超える水量を貯水できるということですね、もうとしてる間。まあ先ほど撮影してた地点があの地点なんですけども、まあ高低差はそこそこあるんで、あと川底までの高さが水位というか、まあ、あんまりありませんので、まあ、次設置するとしたらここでしょうね。足元橋と書かれてますね。足元橋ですかね。まあ、これが先ほどの学校です。もうちょっと先進んでみます。まあ次の地点がこちらですね。先ほどの橋が向こうの方なんですけども、まあそれまでに高低差はそこそこありそうな気はしますね。橋の名前が番匠屋橋という名前みたいですね。あちらにバス停がありますね。
もうちょっと、先に進んでみます。まあ、歩いていけるかどうかちょっとあれですが、先ほど撮影したあたりがあのあたりなんですが、まあ、こちらの方もこんなに細いところと思われるかもしれませんけども、土と草さえかき出ししてしまえば、まあ、そこをコンクリート化の工事が必要かもしれませんけども、岩壁工事は終わってるんですよね、両サイド。ですのでほとんどの地点で岩壁工事がまず必要ないところっていうところは有効に活用したいところです、ね。もうちょっと先まで進んでみます。少し歩いてきた地点ですが、次設置するとしたら、まあ、あの辺りですね、ちょうど良さそうな場所ですね。まあ、ここから先ですね、まあ、どういう風に一応道はありますね。一応ね、まあ、あちらが山見えると思うんですけども、あの方角へ向かって歩いていって、まあ、左手に曲がれば御社の方ですね。あの山の右手の方行くと、まあ、黄金の方ですね。まあ、水が左側に偏って流れてるみたいですね。まあ、もうちょっと先行ってみます。すぐ近くにあの橋があったんですけども、まあ、距離があの橋のその向こうに水門を、まあ、設置するという話をしていたところなんですが、まあ、こちらに設置するかもう少し先ですね、まあ、もう少し先になかったらというところですね。ちょっと先に進めるかどうかっていうところですね。先ほど撮影していたのはあちらのあの重機の動いているところで、もう少し向こうのところですね。で、あちらが河川でぐるーっと回ってきて、まあ、こちらに橋があるんですけども、まあ、こちらに設置した方がいいかもしれないですね。川幅も簡素なものですし、まあ、高低差そこそこあるんで、まあ、この辺かなと思います。四つ池橋と書かれてますね。ではもう少し先へ進んでみます。その次はこちらですね。まあ、高低差考えたらこの辺りかもしれません。まあ、ここまで来るとだいぶ水量、減ってますね。ただまあ雨降った時にもう設置していったらね、やっぱり一晩で水はだいぶ蓄えれるでしょうし、まあ木とかがたくさんだいぶもうこの辺りには生えてきてますね。何かこう切った跡みたいですね、木を。まあ、もうちょっと進んでみます。ちょっと歩いたところなんですけどね、あの高低差がだいぶありますからね、そこのところに設置してもいいんじゃないか。いや、もうちょっと先に橋あります。あの地点でいいですね。まあ、橋にこだわってるのも基本的に物を運ぶのに道路がつながってたりした方がいいでしょう。まあ、あちらがちょうど良さそうな高さですね。水量はこれぐらいですね、この地点まで来ると。さっき、まあ、サラ池川小橋と書かれてますね。まあ、橋の名称です。まあ、こちらの方とかはね、まあ、どこまでするのかっていうところですね。とりあえずまあこの地点ぐらいまでで考えておいたらいいんじゃないですかね。まあ、あちらの方、右手の方行っても、まあ、設置するのも川幅が狭いから日ごたえ効果っていうのは悪くはないと思うんですよね。あとは水平に出てる面積がどれだけあるかによって変わってくるので、まあ、こういうところだったらね、道路からこうさっとクレーンとかで吊り下げて、まあ、工事して設置
できるでしょうし、一応あちらに橋がありますね。向こうの方はねちょっとよくわかんないですね。ちょっとこのままあの撮影していきたいと思います。先ほどの橋がこちらですけども、一応ね水平差は結構出てると思うので、それなりの貯水はできそうですね。もう向こうの方ちょっと道がないので、ちょっとこちらから回り込んでいきたいと思います。ちょっと回り込んできたのがあちらで、まあ先ほどの続きがこちらですね。こちらの橋に、まあ、設置したらいいんじゃないかなとは思います。まあそこを見るとこんな状態ですね。まあ、横のあぜ道にこう水が流れているような形ですね。まあ、この辺りが最終地点でいいんじゃないでしょうか。ちょっとだけね、先ほど右手に、続いていた川の方どうなっているのか、ちょっと戻って見てみます。まあ先ほどの分かれていた河川ですが、まあ上流はこういう風な形ですね。で、まあ先ほどの道路のあちらですね。まあ設置するかどうかっていうところですよね。八田川の最初の方の、まあ、続編の最初の方の地点に戻ってきてます。最初の方の撮影はそちらの高架下をくぐって、まあ本流と思われる方の川を、撮影していたところなんですが、その、高架下から、左手の方に、続いている河川の方ですね、そちらの方を、撮影したいと思います。先ほどは、まあ、向こうの方を撮影しに行きました。今度はこちらの方ですね。では一旦電源落とします。一つ目の橋のところに来ましたけども、まあ、あちらの方から撮影してまして、まあほぼ水平ですので、こちらはスルーで良いかと思います。山崎橋という橋ですね。昭和53年3月に作られたみたいです。もう少し先に進んでみます。もう少し歩いてきたところに橋があります。まあ次、水門を設置するならこちらが良いかと思います。橋の名称ありますかね。ありそうですね。スケガキ橋ですね。昭和52年3月に作られた橋のようです。こちらもかなりなだらかなので、まあかなり貯水ができるんじゃないかなと思います。もう少し先へ行ってみます。先ほどあちらから歩いてきたんですが、そちらの竹垣橋は、一つスルーして、まあ、あちらに見える橋のあたりの方が良さそうですね。まあ、高さ的に、まあ、高低差を考えるとあのあたりが良いかと思います。まあ、この辺りもやっぱり草がたくさん生えていてという状況ですね。それとここから先石が結構ありそうですね。まあもちろんこういった木とかもまあ木というか、まあ伐採しなきゃなんない、まあ木というか木ですかね。まあこの辺りになぜ水門ですね。何せで、あとはこの先ですね。ちょっともうちょっと行ってみます。先ほど河川の水門の設置を指定した場所があちらの橋ですが、まあ次のこちらの橋もスルーで良いかと思います。まあ
なだらかですんで、サイドから結構な水が出てますね。山の中から集まってきてる水かもしれないですね。スルースルー橋は戸川大橋ですね。もう少し先行ってみます。先ほど あのスルーした橋の次の位置がこちらですね。まあ、周りの風景はこういう風景です。まあ、あのずっとこちらまで歩いてきた ところ あちらの方の旗の八田川の横の森ですね、竹やぶがものすごくたくさんありました。で枯れてる竹ですね、まあ、放置していたらもったいないので、まあ、発電とかに使用できたらなと思います。国天橋と書かれてますね、こちらの橋の名称。まあ、こちらの方に、まあ、水門を、設置ですね。もうちょっと上流の方行ってみます。まあ、先ほど撮影した橋があちらなんですけども、まあ、距離にしてまあ200メートルほどですね。まあ、こういった地点を見てもらったら分かる通り高低差は結構ありますんで、あちらの橋あたりに、まあ、水門設置ですね。まあ、何度 もあ、ちょっとこちらも撮影しますね。まあ、こんな形ですね、横は竹やぶ。まあ、こういう風な状況がずらーっとまあ続いている。本当にまあもったいないですね。まあ、近隣に学校がありましたけども、あちらの方でね、冬薪ストーブで、かまど式で発電しながらみたいな形がやっぱりいいでしょうね。一応橋の名称、載せておきます。飲み取り橋ですね。で、まあ、こちらも昭和53年、3月に架けられた橋ですね。もう少し先へ行ってみます。先ほどの、橋から、少し歩いてきた次の橋があちらですね。で、この辺りになってくると左手があの藤原台の、住宅地かと思われます。で、まあ、こちらの方はちょっと距離近いので、まあ、スルーという形で、橋の名称とか見ておきます。川田橋ですね。ちょっとパイプのところから水が漏れてるみたいですが、水道線の。まあ、もうちょっと先の方へ行ってみます。先ほどの橋スルーって言いましたけども、ちょっとね、先がまだ橋なかなか見えてこないのと、あと左手の藤原台の方から多分生活排水なんでしょうね。こちらが結構流れ込んできているので、先ほどの位置に水門作った方がいいかもしれないですね。まあ、もう少し上流の方まで、撮影してみます。生活排水はやっぱり水量を出しているみたいですね。まあ、もう少し歩いてきたんですけど、ここはね、藤原台南町5丁目17ですね。で、まあ、この辺り橋特に見当たらないんで、まあクレーンからまあ、すぐに下ろせるでしょうから、この辺りに一度水門設置した方がいいかもしれないですね。もう少し先まで、湿原ですね。あちらにすぐ、もうちょっと先まで行ったら、橋がありましたね。あちらでいいかもしれないですね。まあ、この辺りになってくると、だいぶ水量が、落ちてきてますね。まあ、一応だいぶ先の方まで、撮影してみます。まあ、最終地点がどのあたりが一番いいのかっていうところと、やっぱり岸壁工事してるのと、あと雨降った時ですよね。水溜めれるのは溜めれますからね。まあ、こちらの橋のところでしょうね、水門設置するなら。あとはこの先がどうなってるかですね。
岩壁工事がされてますね。橋の名前一応確認しておきますね。大脇橋ですね。どこかな、あ、ここ昭和54年7月竣工ですね。あ、水門そこに設置してもいきなり落差かなりありますね。あ、だから先ほどのあの位置で良かったかもしれないですね。で、そうですね、この辺りで、足元の高さいっぱいいっぱい、まあ、この辺のところですね、この辺のところに、まあ、こういう風な形で、まあ、水門を設置する。そうすることによってあちらから先のところまで貯水ができて落差をつけてというような形がいいかもしれないですね。まあ、それと、まあ、こちらの方は耕作放棄地みたいですね。もし国所有なら畑作った方がいいでしょうね。まあ、ちょっと前に職安の方に一応農業関係の給食というかね、そういったものは希望は出しておきました。まあ数日ぐらいでね、耕せるでしょうし、あとはこちらの方ですね、大門河川も深くなってきましたね。先ほどのあの位置からでしたら、まあ落差あるあの辺りでしょうね。水門設置してあの場面ですね、あの場面というかあの場所ですね。藤原台南町5丁目の8ですね、こちらは。この辺り、あの辺りですね。で、水量はほとんどありませんけども、多分雨降ったら、こちらの両側の山の方の、山というか丘の斜面から水が流れ込んでくるでしょうし、まあ生活排水も、この河川、どうなんでしょうね。まあけど、岩壁工事してますからね。設置するだけ設置しておきたいなとは思ったりもしますけどね。もうちょっと先行ってみますね。まあ最終的にはこの辺りの反対側をこう開墾していくような形、先ほどの耕作放棄地のところから向こうの方からこう横にずーっとこう竹や木を伐採していって開墾するような形がいいんじゃないかなと思います。竹やぶがね、こういう風にたくさん並んでます。まあ次の橋がこちらですね。まあ設置するならこの場所でしょうね。まあ、一応もうちょっと先まで行ってみますけども、まあ、開墾するために橋を架けたのかもしれませんね。昭和54年ですね、7月。伊勢内橋という橋みたいですね。まあ、もうちょっと先まで行ってみます。その先の橋が柳谷橋ですね。吉尾川という名所になってますね。まあこちらの方、まあもうほとんど河川というよりもまあ道具みたいな形に変わってきてますね。まああの辺りがその前の橋のところの設置地点がまあ最終地点みたいな形になるでしょうね。まあ雨の日のことも考えたらこちらの方とかとかそういう話になってくるんでしょうけども、まあ、ある程度工事が大きな河川のところがしっかりと整備が行き届いて、まあ、それから先まだ何もすることがなかったらみたいな、まあ、状況ですね。まあ、もう少し向こうの方を歩いて行ってみます。あちらの方にね、有野川につながる、まあ、池みたいなところがあるんで、そこまで行ってちょっと撮影しようかなと思っています。まあ電源切ります。こちらの河川は有野川に合流するんですけども、多分
ここかな、こちらの上流かどっかに池みたいな、まあ、湖までとは言わないような池があったはずなんですよね。で、あちらがゴルフの打ちっぱなしのところで、五社駅の近くなんですよね。もしかしたら、あちらの方じゃなくて向こうの方かもしれないですね。ちょっとあちらの方へ行ってみます。こちらの河川を保った方がいいのかもしれませんけど、ちょっとよくわかんないですね。まあとりあえず行ってみます。まあちょっと下ってきたんですけども、ちょっとどうだったか、こちらの上流だったんじゃないかな。堀越橋という橋ですね。まあちょっと向こうだという気がするので、向こうの方に歩いて行ってみます。まあ、何かこの辺りに耕作放棄地がありますね。で、あとあちらの橋の下に、まあ、公園がありますけど、誰が来るんでしょうね。しかも塗装されてる公園という、堀越市民公園とかが出てますね。謎ですね。もう少し先の方行ってみたいと思います。ちょっとね、もうこの辺りで切り上げて、引き返そうと思います。もう少し上に行ったことあったかな、どうでしょうね。ちょっともう行っても何にもないかもしれないんで、もうこのぐらいで引き返します。以上です。ちょっとまあ戻ってきまして、あちらが堀越橋ですね。で、こちらの河川ちょっと下って行ってみます。まあどの辺りに続いていくのか。まあこちらも草が生え放題ですね。一応けど両サイドの岸壁工事がしていそうですね。で、あちらは耕作放棄地ですかね。そうだとしたらもったいないですね。結構な面積ですね。で、少し歩いてきたところが先ほどのあのあちらの河川との合流ですね。まあそこはこういう風な形になっています。で、こちらの橋が川原谷橋という名称みたいですね。堀越川川原谷橋、まあ、こちらの方を下って行ってみます。こちらもまあ水門をこちらの方にまあ設置する方がいいんじゃないかなとは思いますね。まあ先にあの大きな河川が終わってからですね。何か水門がありますね。水田のところの水門かもしれないですね。あちらを開けたら、まあそこの方に溜まっている水とかが出てくるのかもしれないですね。ああいう風に門をして水を溜めているのかもしれないですね。で、あちらの橋ですね。まあ設置するならあちらの方でしょうね。あとはこちらの河川でしたら、あの下がコンクリート工事してるかどうかですね。まあ、水量自体は基本的に根本的に少なそうですね。まあ、先ほどの橋が、あちらの方なんですけども、まあ、だいぶ曲がった上の方ですね。で、まあ、高低差結構あります。で、まあ、水門を設置するならこの辺りでしょうね。ちょっとだいぶ落差あるんで、まあ、水を溜め込むとしたら特に雨の日ですね。まあ、もうこちらの、まあ、手前、あちらの落差あるところの手前、まあ、2、3メートルぐらいのところに、まあ、斜めで中央に向かって、まあ、門があるような形ですね。その位置からだと、そこはあの地点ですから、その高さまでのところまで、で次の設置位置が決まるようですね。もうちょっと先行ってみます。横からまあそれなりの水量がまあ流れてきてますね。まあ次門を作るとしたらあちらの橋のところでしょうね。まあそれなりの貯水は一晩でできそうですよね。この辺りまで来ると、まあこの橋ですね、その向こうに向かってまあ斜めに、中央に水門の回転扉式が来るような形で、
名前が西の浦橋ですね。落ちました。もう一回、まあ、周りはこういう風景ですね。ちょっと 何って言うのか読みにくいので分かりませんね。昭和の上に何か文字がついてるみたいですね。昭和57年のように見受けられます。ちょっと削れたりしてるので読みにくくなってますね。でその位置に門を作ったとしたら、あ、見えてきましたね。あちら大通りの方にあるアリの食堂ですね。アリの食堂からもう少し右手の方に進んだら、有馬街道の延長大線上の、三田に向かって伸びていく道に、行き着きます。もうちょっと、先行ってみます。だいぶなだらかですね。これはこの先に水門作ったら結構水溜めれそうですね。先ほど映ってました有馬食堂の近くです。まあ、この辺りでこれぐらいの落差があります。であちらは橋ですので、まあ、あちらの橋の部分ですね。向こうの橋のところから、まあ、結局、まあ、高低差云々の部分であちらの橋の先のところに、まあ、向こうに向かって斜め、まあ、1×1 の回転飛び出しですね。まあ、もうちょっと歩いてみます。こちらが、先ほどの、蟻の食堂の横の河川ですね。まあ、その位置が、その辺りが、まあ、水門の設置箇所ですね。で、もう少し下流の方へ歩いて行ってみたいと思います。まあ、蟻の川に、まあ、行く着くはずです。数十メートル歩いただけなんですけども、あれだけあの地点で落差があるので水門設置箇所もあの辺りが良さそうですね。それで、まあ、あの高さ云々のところを考えると、まあ、あの辺りの位置になるかと思います。もうちょっと先行ってみます。先ほどは対岸のあの位置から、まあ、あの辺りで、撮影をしてたんですけども、まあ、もう少し先へ進んでからですね。まあ、この辺りも石とか草が結構残っていて、まあ、だいぶ水が吸われているような気がしますよね。なんかこうね、流れている水の量を見ると。この辺りまで来てやっと水平な位置になってきますので、ここから先のところある程度のところで水門を作ったら、まあ、それなりの貯水量は、見込めそうですね。まあ普段からあんまりなかなか水がたくさん流れることがないのか、いや流れてるかもしれませんね。そこの方はあんまり土が見当たらないんで、まあ、こういった木とかも伐採して、まあ、土を取り除いてということですね。多分その辺り木が残ってるっていうことは、そこがコンクリート化されてないと思うんですよね。でそういったところから水が、地面に抜けていってると、まあ、こういうことになります。まあ、次の設置地点がこちらの橋ですね。戸川大橋ですね。昭和58年5月に作られたみたいです。まあ、この辺りに水門を設置して、まあ、もう少し先ですね。だいぶ水平なのでかなり先に設置することになりそうですね。ちょっと電源切りますね。ちょっと先進んできましたけど、撮影したのが先ほどあれぐらいの地点なんですけど、竹やぶがもうすごいですね。この辺りまで来るともう竹だらけです。でだいぶ深さが出てきてますね。道は平行だったんですけども、人間の歩く方だけども
河川の、底はだいぶ深くなってますね。で、ここで橋ですから、まあ、この位置でしょうね、水門を設置するのは。ここは大通りのところですね。こちらから左手の方へ行くと有馬神社の方です。ですから、まあ、この橋の向こうの方に水門設置ですね。それではもうこれぐらいで本日の、撮影終わります。八田橋の、続きのところからずーっと歩いてぐるーっと一周回ってきて、まあ、撮影してきた次第です。それでは電源切ります。